派閥を解消すべきという意見が多く出たようなんですけども、一方で解消すれば全てが解決する話ではない、またまずルールを破った人が責任を取るべきだと、そういった声も多く出たようです。党で議論している最中に、何の根回しもなく派閥の解散を打ち出したことに対して、一体何がやりたいんだと漏らしているようなんです。そうですね、今日 その党の会議で示された論点整理には、派閥は残す形でパーティーの禁止や閣僚人事の推薦の禁止、また法令違反があった派閥に対して、党からの解散要求、そういったことが盛り込まれていました。ただ派閥の解消論もまだ根強いんで、今日明日の議論を踏まえて、最終的に判断する形になると思います。派閥解消は賛否があるが、胸にはブルーバッジをつけて何もやらない自民党の拉致対策を象徴していました。支援パッケージの案が判明し、観光支援策、北陸応援割を盛り込む方向で検討していることが分かりました。自民党で酒を飲みながら作った自民党のただれてフランした支援策であり、国民の反発は猛烈に高まっています。バカだねバカだねバカだね、私愛してほしいと思ってたなんて、バカだねバカだねバカのくせに、愛してもらえるつもりでいた。